コーヒーいかがでしょう。星に。凪の上苫の作者が作ったメス文学作品。凪の上苫でもそうだが、この作者は社会におけるこじらせた人族を描くのが大変お上手。内容は元わけありの移動コーヒーショップのイケメソが狂言回し役で、そこにこじらせた人族、主にメスを配置して、前半でこじらせを表現してコーヒー飲んでこじらせが解消されてほんのり前向きに生きるようになるという感じの漫画。推測だけど、就職する感じだったりする多数の人族というのは大なり小なり理不尽やミスマッチに出くわすので、その中でごく一部の人族はそれをマッチングミスだと理解しているからすぐに転職するとかプランプーアクションのサイクルを当たりが出るまで試行錯誤可能なので、でも多数の人族はいわゆる怠惰だから、思考放棄したり行動しないから一生、自ら摩耗するという選択をする健能な生物なので。この漫画そういった健能な生物を描くスペシャリストが健能な生物を描いて、そいつらがたまたまコーヒー飲んだらたまたま一時的にガチャで当たりを引いたというシナリオを上手に描いた、OL とかしている人族に刺さる作品だと思われます。ここからネタバレ。例えば仕事がクソ丁寧だけどクソ遅い OL が、仕事の効率を求める会社に就職していて、そこでミスマッチについてうじうじやむっていうシナリオがあるのですが、そのシナリオでは権力者の鶴の一声で解決するのですが、根本的なその OL の課題は解決していないので、クッションでないならしばらくしたら元に戻ります。結局、ガチャ回しまくって当たりを引く以外に根本的な課題の解決はしないので。一応、他のエピソードでは、今の自分をダガー食い改めてダガー一年発起することでイラストレーターで成功するとかそういうエピソードも入っているので感は9代。後半は主に訳ありのコーヒー屋の過去のエピソードを入れたりとかして、最後にこの漫画で出演した人族たちがハッピーになって終わるという感じを見せてくれるので、ディモールとベネナ終着点で終わるメス文学作品。